皆さん、こんにちは。1995年におしろい花でデビューし、紅白歌合戦の常連として知られている演歌歌手水森かおりさん。持ち歌の多くが様々な土地をモデルにした曲が多いことから、ご当地ソングの女王とも呼ばれています。そんな水森かおりさんの結婚の噂や過去の熱愛、現在の活動について調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。水森かおりさんは1973年8月31日東京都北区生まれで、1995年におしろい花でデビューしました。華やかな容姿と冗談を交えたトーク、親しみやすい性格からみもりんの愛称で親しまれています。そんな水森さんは2014年4月に夜桜演歌祭りの公演で突然結婚しますと電撃発表しました。この時周囲に居合わせた人たちはサプライズかと思い、おめでたい雰囲気になりました。しかしこの突然の結婚発表はエイプリルフールのジョークでした。このことについて水森かおりさんは後に、びっくりさせてごめんなさい、結婚の予定はございませんのであと10年くらい待っていてくださいとコメントしていたそうです。こういったことから結婚相手がいるとの噂は事実ではなかったようです。50歳となった現在も結婚はしておらず、既婚歴もないようです。水森かおりさんはかつて自身の結婚観について、それほど強い結婚願望はないものの、いずれは一生添い遂げることができそうなお相手と結婚したいと語っていたことがありました。30代の頃には40歳になるまでには結婚したいとも語っていましたので、結婚願望はあるようです。それでは水森さんが今も結婚していない原因とは一体何なのでしょうか。水森かおりさんが結婚していない理由は、年収が破格すぎて男性からすると自分では釣り合わないのではないか、身分不相応なのではないかとの気持ちにさせてしまうからだと言われています。では水森かおりさんの年収はどのくらい破格なのでしょうか。とある年収サイトによると、演歌歌手の平均月収は45万円で、平均年収は550万円から750万円と発表されています。40代の平均月収は70万円というデータもあることから、演歌界は年功序列が強い世界と言えそうです。そんな中において水森かおりさんは楽曲販売だけではなく、テレビ番組にも頻繁に出演していますし、ご当地ソングの女王という異名を取るほどご当地ソングニーズの高い演歌歌手ですので、水森かおりさんの年収は優に演歌歌手の平均年収を上回っていることは明らかです。全国各地からご当地ソングのオファーが殺到し続けていて、それだけでも年収はものすごいことになっていそうですし、楽曲収入やコンサート収入、さらにはテレビ出演料を含めると、水森かおりさんの年収は数千万円を下らないのではないでしょうか。サラリーマンの平均年収が400万円台の時代において、水森かおりさんほどの年収を稼ぐ女性に対しては、さすがに自分に自信のある男性でも一歩引いてしまうのは致し方ないことだと思います。逆玉の腰を狙う男性がいないとも言い切れませんが、得てしてそういった男性は性格的に難があったり、結婚に向かない対応であることが多いですので、逆玉の腰を狙う男性との結婚も実現しなさそうですね。そしてもう一つ、水森かおりさんが結婚していないのは氷川きよしさんが関係しているとの噂があります。水森かおりさんと氷川きよしさんは同じ事務所の先輩後輩という関係ですが、インターネット上では水森かおり、氷川きよし、結婚といった検索ワードが出てきますので、二人の関係を怪しむ方もいらっしゃるかもしれません。しかし水森かおりさんと氷川きよしさんはただの先輩と後輩という間柄に過ぎず、交際関係にはないようです。かつてコンサートで水森かおりさんが、結婚できるなら誰でもいい、もうこの後に及んでジーンズが似合う人などと言っている場合ではないと発言した際に、氷川きよしさんが自分はベストジーニストに選ばれたことがあるとさりげなくアピールしていたかのように思われたことがありました。同じステージ上で
氷川きよしさんが水森かおりさんに対して公開プロポーズをしたと勘違いした人が、水森かおりさんの彼氏が氷川きよしさんだとのデマを流してしまったことが、この騒動の発端になったようです。しかしその際、水森かおりさんは笑顔でさらっと交わし、氷川きよしさんとの良好な先輩後輩関係がうかがえます。40歳になるまでには結婚したいと語っていた水森さんですが、その結婚願望も40代になってからは徐々に弱まってきていて、結婚したいと思ったり、仕事に打ち込みたいと思ったりするような感情の起伏がなくなり、楽しい仕事に打ち込み続けていきたいとの気持ちが強くなってきているようです。では水森かおりさんが結婚する可能性はどの程度なのでしょうか。水森かおりさんの好きなタイプはジーンズの似合う爽やかな人です。しかし最近では誰でも良いとの発言も見られることから、絶対こういう人でないとダメというのはないのかもしれません。そして水森かおりさんは大学時代にアメリカ留学をしていた際に、ニューキッズ・オン・ザ・ブロックのジョー・マッキンタイヤさんのことが結婚したいと思えるほど大好きだったそうです。ジョー・マッキンタイヤさんはスマートなイケメンなので、水森かおりさんはイケメン好きで理想が高いのかもしれません。さて、30代の頃には40歳になるまでには結婚したいと語っていたにもかかわらず、結婚のタイミングを逃してしまった理由は、仕事が充実しすぎていたことだけではなく、水森かおりさんの性格も大きく影響を与えていたようです。マスコミのインタビューやコンサートでのトークなどでも、水森かおりさんの発言の端々から恋愛に関して受け身がちなタイプであることが伝わってきます。2022年9月25日に中野サンプラザで行われたコンサートで、曲間のフリートークを行った際に自身の結婚について話す場面があり、結婚相手探しは仲良しのサンドウィッチマンの伊達ちゃんに任せているので、良い結婚相手が見つかるかどうかは伊達ちゃん次第ですと話し、会場内にいるファンの笑いを誘っていました。また雑誌コンフィデンスでは、記者から最近買った高額なものを聞かれた際に、散々悩んだ末に買ったのがスーツケースで、普段からあまり物欲や金銭欲がないと答えていました。物だけではなく人に関しても、手に入れることに執着しない性格のようですので、恋愛や結婚に関しても自ら積極的にアタックするタイプではないということが伝わってきます。ですが、もともとは結婚願望があるタイプのようなので、人からの紹介や相手からの告白があれば、意外とすんなり結婚にまで進展する可能性もあります。ですが、40歳を過ぎた頃から結婚願望が弱まり、楽しいと思える仕事に打ち込み続けていきたいとも語っていますので、水森かおりさんが結婚する可能性は低いと考えられます。さて、そんな水森かおりさんですが、現在も演歌歌手として活躍しており、2024年1月23日には新曲「三陸挽歌」をリリースしており、 NHK 紅白歌合戦にも21年連続で出場するという演歌歌手として驚異的な記録を更新し続けています。来年デビュー30周年を迎える水森かおりさんの今後の活躍に注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。